今回は、戦艦期です。特に第一次世界大戦、終結直後のあたりを扱っていきたいと思います。第一次大戦後の国際秩序はいかにはい、クエスチョン。なぜ第一次大戦後の民族運動が激化したのだろうかまた日本はそれとどのように関わったのだろうか第一次世界大戦後は民族運動が激化します。まあ、盛んになるんですね、世界各地で。 まあそれはなぜなのかっていうところをまあ考えてほしいと思います。で、民族運動が盛んになるということは、まあそれが成功したところと、まあうまくいかなかったところなどなどいろいろあると思うので、ね、え、いろいろここの国はどうなんだろうかとか考えながら聞いてください。はい、まずね、ベルサイ体制。 第一次世界大戦後順にやっていきますけどもえ、まず第一次世界大戦後、パリコア会議が開かれる。1919年1月。で、このパリコア会議は、アメリカ合衆国代表、ウィルソンの、えー、ウィルソンの14箇条っていうのが基礎になっています。ウィルソンの14箇条は、そのパリコア会議の1年前に、えー、出されていますね。はい。で、この、 ウィルソンの14箇条っていうのは、まあ、後で示しますけれども、いろいろいいことが、ね、あの理想的なことがたくさん書かれていました。で、このような考え方が基礎になって、えー、会議が進むんですけれども、実際にはイギリス・フランスの利害に左右されたと。はい。まあ、イギリス・フランスっていうのは、えー、たくさんお金を借りていましたし、えー、ドイツに対する復讐心なんかもあって、 まあちょっとですね、ドイツをいじめたろうみたいな、そういうちょっと、まあ、雰囲気があったと言ってもいいかもしれません。また、このパリコア会議っていうのは、ドイツなどの敗戦国やロシアは不参加でした。まあ、こういったある種の限界があったわけですね。で、パリコア会議なんですけれども、指導者はアメリカ大統領ウィルソンとイギリス首相のロイド・ジョージ、さらにフランス首相のクレマンソーです。 で、日本はですね、まあ一応その大国側ではあったんですけれども、存在感全然示せなくて、まあ大した活躍はしていません。はい。で、あのー、敗戦国ね、あのいろんな条約それぞれ結んでいきます。で、特にドイツを覚えてください。対ドイツ講和条約はベルサイユ条約と言います。まあだからベルサイユ体制って言うんだよね。はい。で、アジア、アフリカなど、すべての海外植民地をドイツは失いました。うん。 で、米印、その他の敗戦国もそれぞれ講和条約を締結ということで、まあ、例えばですけれども、オーストリア。ね。オーストリアはサン・ジェルマン条約。ね。で、オーストリアと第一次大戦まで合体していたハンガリー。ハンガリーはトリアノン条約。さらに、ブルガリア。ブルガリアはヌイ条約。とか、まあ、そういったですね、え各、ー、々のの条約を結んでいきました。うん。はい。えー、じゃあ次行きましょう。 ウィルソンの14箇条ですね。今言いましたね。ウィルソンの14箇条っていうのは、この辺をちょっと紹介しておきたいんですけれども、まず、秘密外交の廃止。い,い秘密外交の廃止っていうのが一番上に来た。まあ、第一次世界大戦中、イギリスの三枚舌外交に代表されるように、秘密外交っていうのがありました。また、海洋の自由ですね。あ,あの、 今、秘密外交の話してたけど、秘密外交のね、あの、廃止っていうのは、その、三枚時代外交とか良くないよねっていうことだよ。で、海洋の自由でしょで、関税障壁の撤廃。うん。あの、関税でね、自分のところの国、経済圏だけでこう囲っちゃうっていう、そういう閉鎖的な経済システムをとってると、まあ、あの、対立を生み出すよねっていうことで、関税障壁の撤廃。で、さらに、軍備縮小ですね。まあ、この辺はいいでしょう。で、 あの、分かのここなんだよね。植民地問題の公正な解決。これね、民族自決ですよ。まあ自分とこの民族で、ね、あの、ちゃんと統治したいっていうことです。あの、他の民族に支配されない、ね。他の民族によって統治されるっていうことがあってはならない。ね、自分の民族、ね、たちだけで国家を作る。ねまあ、国家の単位と民族の対外、単位がうまく一致する。まあそういったことが理想的だと考える。 ものだと思ってもらったらいいです。で、えー、この民族自決なんですけれども、実はね、ヨーロッパの、この東ヨーロッパ諸国だけに適用されました。うん。アジアやアフリカでは民族自決は実現しなかったんですね。お先に言っちゃうけど、インドとか、東南アジアとか、あるいは朝鮮とか、えー、そういったところは、えー、 民族自決が実現しなかった。実現というか、ね、こういった形で、うまく国が成立しなかったわけです。で、ちなみにこれ、あれだよ。現在の、ね、現在の地図だからね、これはね、現在の地図。で、現在の地図で、フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、えー、ポーランド、ね。はい、これ現在の地図ですけれども、 えフィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド。えー、ここがですね、ロシアから、えー、自立したというところになります。で、さらに、はい。チェコスロバキア、ハンガリー、ね。そしてここがユーゴスラビアですね。はい、ここユーゴスラビアと言います。まあ、あの、セルブクロワート、スロベン王国っていう形で独立したんだけれども、 えー、まあ、後にですね、ユーゴスラビア、南スラブ人の国っていう形で、えー、独立しますので、こちらですね。はい、この辺が、オーストリアから。ね。まあ、こんな感じで、えー、自立したわけです。独立できた。民族自決の原則に基づいて。ただ、さっき言ったように、 ヨーロッパ諸国だけです。アジア、アフリカは民族自決の原則のもと独立国家になれたかというと、だいたいなれませんでした。はい。そういう限界があったね。こちらです。これ東アジアの地図ですよね。日本があるから。朝鮮半島。朝鮮半島にも、もちろん民族自決という理念、まあ、伝わってくるわけよ。 で、当時の朝鮮半島っていうのは1910年から日本が併合してるから、まあ日本にいわば支配されてる状態です。はい。1939年3月1日、3.1独立運動、3.1独立運動だね。朝鮮で万歳万歳、万世万世と言って、独立運動が起こった。で、まあ日本は当然それを 鎮圧しようとするわけですけど、まあこれに日本はびっくりしまして、まあ力で押さえつけるような武断政治から、ええー、まあ、多少ね、あのマイルドに、そしてあの、同化していくようなですね、そういう文化政治に転換しました。中国はいかがでしょうか中国もですね、1919年5月4日、五四運動が起きます。 北京大学の学生を中心に起こりました。これ実は、日本がね、1915年に大隈重信内閣が遠征外政権に突きつけた21か条の要求っていうのがあって、まあ、この取り消しをパリコア会議で中国は主張したんだけど認め、認められなかったから、まあ、それに怒ってね、えー、行われたというふうに言われています。はい。で、次。 中東のね、民族自決の影響です。中東ですよ、今度は。まあ、これもあの、今現在のね、国名ですからね、ここら辺はね。はい。えー、まずトルコから見てみましょう。あのね、ムスタファケマルっていう人が大活躍したの。ムスタファケマル戦後大活躍。はい。 あの、第一次世界大戦後、どさくさに紛れて、トルコって結構、あの、ま、その、侵略されちゃうんだよね。ギリシャとかからね。で、それを追い払って、っていう形で、まあ、あの、ムスタファ・ケマルは1923年、トルコ共和国を建国します。オスマン帝国潰しちゃうんですよね。オスマン帝国潰しちゃって、トルコ共和国が新たにできました。で、あの、首都アンカラって言ってね、内陸の方にね、あの、新しく首都が制定されまして、 えー、ムスタファ・ケマル。まあ、これは、あの、どちらかというと世俗化を目指したというかね、イスラム法を廃止して、政教分離の、えー、国家を作ろうとしました。まあ、あの、トルコ人の、まあ、コンパクトにまとまったトルコ人の国家を新しく作ろうっていう感じですかね。あとね、あの、ムスタファ・ケマルは、あの、戦後さ、 オスマン帝国も敗戦国だったんで、セーブル条約っていうのを結ばされるのね。セーブル条約っていうの。で、そのセーブル条約を破棄して、ね。ね、セーブル条約っていうのを破棄して、ローザンヌ条約っていうのを新しく結び直しています。まあ、セーブル条約が屈辱的な内容だったということで、まあ、結び直したんですけど、これもムスタファケマルの、えー、功績になります。 まあこんなところですかね、トルコに関しては。で、あの、イランについても見ていきたいんですけれども、イランに関してはですね、はい、えー、1925年、パフラビー朝が創始されたということで、まあ、新しくね、王朝ができました。はい、で、エジプト。エジプトに関しても、 はい。第一次世界大戦終結直後ね。19年から、ワフド島による繁栄運動が起こる。あの、イギリスは、あのね、エジプトをさ、ずっと保護国化してましたよね。ね。エジプトを保護国化していました。えですから、ね。 あの、エジプト人たちは反発心を抱いてた。なので第一次世界大戦後、繁栄運動が起こり、22年にエジプト王国としてイギリスから独立しました。いいですね。もう19世紀後半からエジプトは事実上の保護国にされてましたからね。まあこんな感じです。はい。まあ、エジプトに関しては独立できたけれども、 まあ、オスマン帝国に関しては、まあ、単純に敗戦して国家がちっちゃくなってしまった。うん。まあ、そういった様々な結果が見られますよね。うん。で、こういった地域では、まあ、イギリスに対する反発とかもありますし、あと、アラブ民族主義と呼ばれるものがね、公用しますね。うん。まあ、いろいろ、またね、あの、資料集とかで確認してほしいと思います。 で、インドの民族運動なんですけど、インドに関しては、はい。まあこれガンディーだね。マハトマガンディはい。こういうこと。第一次大戦でイギリス軍に兵士を派遣するも、戦後、イギリスはインド人の自治要求に十分応えなかった。そればかりか、令状なしの逮捕や裁判抜きの投獄を認めるローラット法を定め、繁栄運動を弾圧した。ね。 令状なしの逮捕ってとんでもないですよ。うん。今の日本でも禁止です。で,できないです。令状なしの逮捕は。まあ、現行犯逮捕だったらあるけどね。現行犯逮捕だったらさ、そいつが犯人っていうの間違うわけないわけだから、今まさにそいつが犯罪を犯した。ね、そういう人をさ、捕まえずに、令状どこだ令状取らなきゃっていう、そんなバカな話ないよね。だから、現行犯逮捕ならいいんだけれども、 あの、そうじゃない場合の逮捕、通常の逮捕の場合、霊状って絶対いるんですよ。人権侵害が起きないようにです。仮に怪しい犯罪者かもしれない人でも、絶対間違って逮捕しちゃいけないんですよ。ね。なのに、こういうね、霊状なしの逮捕とかでとんでもないことをやろうとした。はい。そこで、まあ、当然、まあ、インド人はね、反発しますよね。 はい。で、どうなったかというと、国民会議派のガンディーが、非暴力不服従運動、サティアグラハ運動によって抵抗した。ね、このガンジーさんは、非暴力運動を徹底的にやったわけです。うん。あの、サティアっていうのが、あの、真理ってことなんだよね。で、アーグラハっていうのが、恥。恥。掴むこと。ねまあ、それでサティアグラハっていうんです。 まあ、それはいいかな。うんまあ、こんな感じで、インドもね、民族運動が盛んになりました。はい。また、イルソンの14ヶ条には、国際平和機構の設立っていうのもね、ありました。これに関しては、はい。国際連盟が設立されましたね。えー、ベルサイ条約により1920年1月に発足した国際連盟、えー。スイスのジュネーブが本部で、 えー、常任理事国が英仏、イタリア、日本です。日本がね、意外と常任理事国に入ってますね。今の、あの国際連合では日本は入ってませんけども、えー、常任理事国に入っていました。はい。で、議会での議決。はい。全会一の原則ね。うん。あ総会での議決。全会一です。これ、ちょっと限界あるよね。全会一って難しいじゃん。全会一って難しいでしょ。人と、 意見一致させるの難しいよね。多数決とかで。はい。なので、まあ、その、ここぞというところで実行力がないっていう状態でしたから、あの、現在ある国際連合では多数決性が取られています。ね。現在あるのは国際連合の方です。こっちは多数決性。国際連盟の時、全会一致だったからさ、まあ、ちょっとこの、このことでさ、ね、あの、いざという時に困るっていうことが分かって、まあ、戦後反省のもと、今は、 多数決戦になっています。あと、この制裁もそうだね。経済制裁のみで、軍事制裁権を持ってませんよと。これも、あの、やっぱり実効性が怪しい。経済制裁だけ。何かどっかをね、侵略する国がありました。でその国に対して、おいお前侵略やめろと。じゃないと取引しないぞとか言われても、その侵略するような国って、そんなん覚悟してやってるわけだから、意味ないのよ、こんな経済制裁だけだと。 いや、意味ないことはないな。うん、意味はあるんですけど、まあ、その、完全にね、えー、強いわけじゃないよと。はい。まあ、あの、実際ね、軍事制裁権。まあ、あんまいいことじゃないかもしんないよ、あの、武力を使うっていうのは。だけど、お前侵略をやめろと。やめなければお前の政権を、 武力で潰すぞって言われたら多分暴走する権力も思いとどまってくれるかもしれないよね。はい。えー、ということで、まあこういう状態でした。だから現在の国際連合では軍事制裁権持ってますからね。もう全部今の国際連合っていうのはこの時の反省のもと、いろいろ制度変えてます。あと、これは良くないね。提案国アメリカが不参加。うん。はい。アメリカはね、ウィルソンが、ウィルソンが提唱したのに、 実際議会でね、あの、批准できず反対されて国際連盟入れなかったっていうことですね。うん。まあ、世界のナンバーワン大国が入らない国際的な機関ってあんま意味ないでしょっていう話で、ね。まあ、そういったところがちょっと限界としてあったかなというふうに思います。まあ、ただね、この国際連盟っていうのは素晴らしく、活躍したっちゃ活躍したんですよ。ね、全然意味なかったわけではありませんからね。まあ、ただここぞというときに、えー、ちょっと実行力なかったよねっていうだけ。 はい、お疲れ様でした。今回分からなかったこととかがもしあれば、必ずその日のうちに用語集や資料集を確認して復習してください。その地道な復習が次の勉強につながっていきます。では、頑張りましょう